皆さんおはようございます。小町です。元気ですか。えっ、ー、とですね。今日はえー、何かもう本当に今日という一日がとにかくすごくエネルギーが高いということにえー、もうビリビッとこう来ましてちょっと緊急もう朝から緊急えー、ちょっと動画撮ってるんですけれどもえー、この間のね動画でも説明ご説明したんだけども今日 ね、まさに本日、えー、23日ですね4月の23日に、えー、天王星が王室に今あるんですけれどもそこに金星がぴったり重なりますこれがあもうほぼほぼ今重なってる状態かなもう11時ぐらいにもピタッと重なるんですけれども、まあ、このエネルギーがね、まあ、とてもとてもなんかすごく、えー、すごいエネルギーというか なんか新しい時代の新しい楽しみとか新しい幸せっていうのに私たちをポンって連れてってくれるようなエネルギーなんですね。であのこれをぜひこう皆さんにもう享受してほしいしあのみんなで受け取っていきたいってすごく思います。なのでちょっと今日朝から配信してるんですけれどもこれね後ろ私の背景バーンってこれクローバー。 ツ葉のクローバーがねバーってあの白爪草敷いて今日はやってるんですけどこれが何かっていうと今日おうち座サンドというね位置に太陽が、まあ、い,るいるんですけれどもおうち座サンドのサビアンシンボルっていうのが、えー、ク,ローバーあのクローバー畑のねあの白爪草が出てくるサビアンシンボルなんですね。で本当にクローバーとかでクローバーっていうのはこう地に足を なんか地に根を,を張ってこうすごくどしんと大地にこうエネルギーをグラウンディングしてそして何気ない日常の中にも豊かさを感じるとかそういったサインですごくね素敵なサビアンシンボル大志座らしい素敵なサビアンシンボルでなんかあのすごく今すごく大切なこれメッセージだなって思ったこの日が。 まさに金星と天王星が重なる日だったっていうところであの今日すごくエネルギー高いなと朝から感じております。でこのさらにおって思ったのが、えー、このね白ロさんのクローバーのサビアンシンボルというのが青し座の3度なんですね。でこのとサビアンシンボルの投資番号ってありまして30度そして33度っていうねこの押しつじ座から始まって33番目の サビアンシンボルがこのクローバーのサビアンシンボルなんですね。でこの333っていうのがねこう来ておりますのでそして33度で33番目で三つ葉のクローバーのサインですから今日は333がすごいあの来てる日なんですね。で333の来る日っていうのはもうすごく宇宙とつながって豊かさがこう。 ガーッと迷りてくるようなエネルギーがいつもあるのでサンドシンボルも来ちゃって金星と低能性重なっちゃってしかもあの私は本当に勉強不足で大きなこと言えないんですけれどもあのマヤ歴のねあの占い師の方が結構今すごく1年で一番エネルギーが高いあのなんていうのかなあの期間だっていうふうにすごくおっしゃってて。 なんかあの情報どまた聞きで申し上げるんですけど今日っていう日がそのマヤ歴の中でも特にすごいエネルギーらしいっていう情報も実は入ってきてだからこういう情報が入ってくるのもなんかすごいなと思ったんですよねこういったタイミングで。なのでちょっと今日皆さんに感じることをね朝からお伝えしていきたいんだけど、まあ、今日もそうだし今日から。 ここからこう金星天王星が重なっていってそして水星も重なって太陽も重なっていくっていう流れなのでここからね1週間そしてさそり座の満月もありますよねからの冥王星逆光のところまでガーッとねあの1週間ぐらい通してエネルギーすごく高くなってますのでこれ、ね、何を気をつけてほしいかっていうとすご,くたすごくめちゃくちゃシンプルでえどのスピリチュアルの人もどの 占い師さんも引き寄せの方もみんな言ってんじゃないかっていうぐらい本当にシンプルなことこれが感謝ってことなんですねもう聞き飽きたわいみたいな感じかもしれませんけれどもやっぱり原点回帰でありがとうっていう気持ちこれがあのすごく重要ですであの豊かさとかねあのそういったものを表すのがおし座でこの豊かさを 豊かささってていうののははたくんんこの地球上に溢れてるんですね実はもう今こうゆっくり呼吸をするっていうだけであすごくこのゆっくり呼吸する中に豊かさってあるなあっていうふうにこれ何が違うか普通に何にも考えないで息をしてスハスハで息してるのとゆっくりと。 ああ呼吸ができているありがたいなって思いながらゆっくり深呼吸するのね何が違うかってこれは受け取っているということが違うんです要は、えー、私たちが気づかなければ何も受け取れないんですねだから幸せも豊かさも実りも私たちが感じようっていうふうにしなければあの受け取れないんですよ逆に言えば どんな小さなことでも私たちが感じようというふうに観測し始めた時にもう豊かさっていうのは現れるんですよそこに。だからいっぱいあるんですよ周りに。なので呼吸一つにしても感じること。ああこの 美味しいし空気だなとかね <laughs> 別にあの東京のすごいガスが <laughs> あの排気ガスがすごいところとかで <laughs> 無理やりやれと言わないですけどもなんかこう例えばね少し公園とか緑があるところで例えばこう今日なんかね私の住んでるところはすごく太陽も青空で太陽がすごい照っているのでちょっとお日玉の下に行ってそしてこの太陽を感じてそしてこう緑が美しく。 あそして空気がおいしいなあっていうのをもうかんありがとうっていう気持ちで感じるんです。これがすごいポイントでもちろんただ感じるだけでもすごく受け取っていることになるんだけどそこにありがとうが加わるともう最強なんですよね。ありがたい。ありがたいっていうのはもうこれがありがたいですからもうあるっていうことが奇跡っていう言葉なんですよね。 あの例えばこの,この間なんかの映画見てた時にやっぱ他の星に行ったら全然空気もなくてそしてこう青い緑もなくもう雪しかないとか岩肌しかないみたいなところにこう宇宙飛行士が降り立ってあ地球はいい場所だったんだなみたいなそういう地球にいるっていうことがまず地球だけ今のところ周りには地球だけなんですよ。この あの青とか緑とかで美しいものがあるっていうのがだからここに入れてる奇跡っていうのをまず考えて考えるとなこれがなかったらっていうことを考えるとものすごい簡単にありがとうは出てくるんですねなのでまず呼吸ができてなかったらとかね酸素がない星だったらとかこんな気持ちよく。 とかできなないいみたいなそういうことを考えていただいてありがとうって思ってですね呼吸をしていただくもうそういうこういうことがあの本当に今特にもうそれはもう1年間と一生を通して常にやっていきたいことなんだけれどもやっぱりあの火のサインとか風のサインに あのエネルギーが集中しているときとかってやっぱ前に進もうっていう気持ちだったりとかこれをやろうとか頭の回転がすごかったりとかしてくるんだけど今ね火星も火星が双子座にあったえ昨日までっていうのは結構そういう流れだった方もいるかもしれないけど昨日火星がカニ座に入ったことでこうエネルギーをゆっくりねこうじっくり情感的に感じれるような流れにもなってるんで今まさにもう。 感謝ありがとうこれをぜひ全身で感じてほしいしそしてねあのこの未来にこう,こうしたいなとかね自然と出てくると思うんですでもこれってあの今にいなきゃいけないとかじゃなくて未来をワクワクした気持ちで未来を感じることもすごく大事で未来を感じながら先にこうありがとうっていう思いで未来を感じてみるそうするとすごくね気持ちがいいんですねだから その未来がどうこうっていうことに執着するよりもあ今未来を観測してワクワクできたなこれにまたありがとうこのワクワクできた気持ち今気持ちいい気持ちになれた、ね、えそれにありがとうっていうふうにしていくとねずっと、えー、感謝のサイクルでいけますので、ね、今なんかそ,のそれこそね緊急事態宣言また出るとかね情勢は不安定になってるけれども この,こ,れをこの情勢をきっかけにまた何かこう自分の内側に目を向けたりとか本当に当たり前にあったこととかあの今まで本当に気づかなかった豊かさっていうのにすごく気づけるチャンスというふうにぜひネオ縄文の、ね、メンバーの方ね私の に関わっていただいている皆様にはぜひ感じてほしいので、えー、ちょっと今日こういった、えー、動画を出させていただきました本当にあのたくさんの方ねいつもコメントくださってそしてねお縄文メンバーの皆さんもいつも、えー、応援してくださってそして、えー、ね縄文ベースのねメンバーのみんなも本当毎週ね毎週毎週ズームでもうこい間も本当みんなでズーム あの自分の私ね、毎週講義やってるんだけど、Zoom の講義終わった後にみんな最近どうですかとか聞いてお話したりするんだけどね、それもすっごい楽しくて、すごくあのいろんな方に支えていただいてるなと言って、本当この場を借りてありがとうございます。ありがとうのエネルギー、ありがとう <laughs> というわけで、えー、今日のね、ちょっとメッセージになりました。えー、今日本当にいい天気だし、みんなのところもいい天気かなわかんないけど、あのー、ぜひ楽しい一日にしてください。私もこんな、ホロスコープの T シャツ見つけちゃったので、着 <laughs> ております。<laughs> ということで、えー、っとまた、えー、動画発信していきますので、お楽しみに。あ、ネオ門モンメンバーの皆さんは今朝、えー、大石田太陽入りのね、 えー、あいません太陽およし入りのホロスコープの解説で、ね、上げましたのでメンバーの皆さん、ぜひ見てください。あの気になる方はぜひメンバーシップにも登録してメンバーになってみてください。はいということで、えー、今日もじゃあ楽しい一日にしていきましょう。バイバイイ